シルクレジェンドホース列伝が始まりました。今日は日高地方、海の方からずっと奥の方まで来たんですけど、ここは奥だけのことがありまして、奥山牧場さんです。さあ、奥山牧場さんにはどんなレジェンドホースがいるか、一緒に見に行きましょう。こっちです。どうぞ。本当いい天気ですよ、今日は。久しぶりに来ました。本当いい牧場だ。気持ちいいな。あれなんですよね。あそこで走ってる馬、わかります？今こう、走って、2頭で走ってますけど、手前の影の子ですね。この馬です。シルクライトニングです。27歳の走りには見えないですよね。ランニングゲイルは後方4コーナーカーブから直線に向かいました。そしてメシドブライトは一番外に持ち出しているが、テイエム、今度は内からサニーブライアンちぎっている。3馬身から4馬身のリード、残り200を切った。そしてその後横一線の中から大外からグイグイとメシドブライト、そして内ラストイから藤山美さん、間からシルクライトニング、そして清流王が突っ込んでくるが、さあ届くかどうか。さあシルクライトニングがサニーブライアン並んでゴール。サニーブライアン、シルクライトニングは、まあ、皆さんご存知の通り、シルクホースクラブが500口始めた1995年の募集馬なんですよ。約26年前に、まあ、皆さんに500口で売り始めて、初めて募集したブライアンズタイム産駒で、それが、まあ、私ももうこの年齢になりましたけど、一緒にこの時代をずっと生きてきたってことですよね。でも本当にシルク、その創世記を担ってくれて、まあ、ちょっと引退した後ですね、日高の名馬のふるさとステーションってとこあったんですけど、そこに一旦預かってもらうことになったんですけど、ちょっとそこで事件がありまして、出さなきゃいけなくなって、でそれでいろいろ手を尽くして、で今ここの奥山牧場さんに2003年からずっとお世話になってるんです。いやでも嬉しいですね、これだけ本当に元気にいてくれて。奥山さんから見て、性格とかどんな馬ですかね、どんな子ですかね。まあ、その収穫、放牧地に出す時とか、ああいう馬立ち上がったりとか、そういうやんちゃなとこあるんですけど、でもそれほど、まあ、手のかからない馬で、まあ、すごい真面目な馬ですね。真面目、走ることにも真面目だったし。そうですね。で何年になりますか。17、18年になるんですか。そんなもんですよ。もう20年、2004年ぐらいなのかな。あの日高優春学園が潰れて、あそこにいたんですよ。で来た時はどんな感じだったんですか。結構なんか避難させたみたいに預かっていただいたんですけど覚えてます。最初僕もその親から、どの馬が来たっていうのは聞いてなくて、まあ、とにかくその真っ黒で、まあ、ちょっと雰囲気のある馬が来たなと思ったんですよね。で後から調べたらそのシルクライトニングっていうのを知ってすいません、あの皐月賞2着のシルクかと思って、もう来た時これ去勢してないんですよね。してないですね。してないですよね。で最初来た頃は当て馬として、まあ、仕事をしてもらってて、仕事ぶりはどうですか。すごい真面目で、まあ当て馬に真面目って いい話なんですけど、まあでもすごい熱心の方でしたね。もう当て馬廃業して今も悠々自適、これだけ長生きっていうか長く元気な秘訣って何ですかね。何ですかね、うちでは特別なことはしてないですし、まあ、なるべくこういう自然の環境で、なるべく放牧出してあげてストレス溜めないでとか、のもあると思うんでしょうけど、やっぱりそのライトニングが持つその気の強さっていうか、芯の強さっていうのもあるのかなと思いますけどね。ここまで無事に来てくれるのは健在なんですね、はい、そういうのが会員さんとかファンの方とかはよく来ま、今コロナですからね、あれでしたけど、でも、まあ最初のくらい比べて、まあ、だいぶ少なくなりましたけど、それでも毎年来られている方もいますし、やっぱり来られる方皆さんが、まあ、皐月賞の話をされて、でダービーの話もされて、やっぱりそのジャスティスとの、ね、ダービーを走るのを見たかったっていうのは皆さん言われて帰りますけどね。いや
まあ、ジャスティスとさっきも言いましたけど、ジャスティスとライトニングは一応いとこ、はい、同じお父さんで、お母さんはお母さん同士が姉妹でっていうことであれでしたけど、ジャスティスももう亡くなって2年ぐらいになって、やっぱ最後結構老衰みたいだったと聞いてるんですけれども、まあ、それと比べるとまだ全然老衰のかけらもないっていうか、あまりにも元気でさっき出てきた走ってましたもんね。だってね、会員さんとかあのファンの方に、あの一応あのあれですよね、もう見学は OK な時期というか、コロナはまだダメなんでしたっけ。そこはもうその牧場さんの判断に任せるところなので、でうちとしてはまあ近々、再開してもいいのかなと思ってますね。じゃあ再開してからということになりますけれども、はい、その、会員さんとかファンの方に、何かあの ライトニングについておっしゃることあったら、はい、お願いします。まあ、今年27歳ですか、うん、でもご覧の通り元気いっぱいですし、まあ、なかなか、ね、北海道遠いですけど、もし機会があったら見に来ていただいて、まあ、あと頑張って3年は生きてもらって、なんとかで30歳まで、まあ、それ以上長生きしてほしいなと思ってますんで、この間も35歳っていうね、まあ、ね、ありましたからね、のニュースもありましたし、ね、シルクライトニングに会えてで、こんな元気な姿見て、本当にほっとしました。ね、もう27歳と言いながら本当に若々しくて、ね、奥山さんおっしゃっていただいたようにあと3年と言わず、もう本当にもうあのできる限り長生きしてもらいたいと思います。ぜひあの思い出のある方、あの いい頃になりましたらぜひ見に来てください。でもライトニング本当幸せそうでした。奥山さんにも本当に感謝です。ありがとうございます。レジェンドホースをよく知るあの人からのコメントのコーナー。はい、今回はですね、今動画をご覧いただいた当クラブのレジェンドホースシルクライトニングに当時乗っていたある方からコメントをいただいています。ある方ですね、乗っていただいてた、はい、もしかするとあの人でしょうか。さあ、ですね、じゃあお願いいたします。はい、今回コメントを寄せてくださったのはなんとあの安田富雄元騎手です。やっぱり。それでは気になるコメントをご紹介させていただきます。初めて乗せてもらったのは調教だったと思うけど、すごく用心深くて頭がいい馬、そしてすごく切れる馬だなぁと、芝向きで府中がぴったりだと思ったのが印象的です。なので競馬では姉妹を生かす競馬をしたいなって、だから僕が乗ってから後ろから行くようになったんだ。若葉ステークスでようやく勝てて皐月賞に臨むことになったけど、もともと左ともが弱くて外に出すよりインでじっとする方がいいなと腹をくくって乗ったのは覚えてる。惜しくも2着だったけど、中山でインから抜けてくるのはただものではないなって思ったよ。思い出のレースはって言われたらやっぱりダービー。皐月賞の内容からも府中向きな印象からも勝ち負けできると思ってた。ただ当日は草案所でうるさくて、先生に引き運動してほしいってリクエストしたんだけど、できずにそのまま馬場へ出ることになったんだ。返し馬の途中で骨折したかと思うほどの衝撃があって、その瞬間頭が真っ白になって、すぐ止めなきゃと思ったけど何よりショックで、止めて調べたら落鉄してて釘が刺さってたんだけど、少し経てば気にならない馬もいるし、ギリギリまで様子を見たんだけど、やっぱり無理させられないからね。でも今でも走らせた方が良かったのか、止めて正解だったのか考えることがあるし、今でもごめんなって気持ちでいっぱいです。友が弱くて踏み込みが甘いところがあったから、当時は藤沢厩舎ぐらいしか使ってなかった商用馬道で1時間半ぐらい歩かせたり、それを待って手入れをしてくれた厩務員さんがいて、馬を作る輪があったチームだった。いまだにファンの方からお声をいただいたり、ファンが多い馬だったよな。
だからこそファンや出資された会員の方に申し訳ない、ごめんなって気持ちでいっぱいです。20年以上ぶりに見た印象は本当に当時と変わらない、全然大きくなってないなって印象です。ちなみに呼び方は何て呼んでたかな、シルクって呼んでたかもしれない。僕も負けじと長生きしないとなって思うし、ファンの方ともぜひお会いしたいなって思ってます。いやー、安田さんお元気、本当にお世話になりました。お元気そうで嬉しいです。本当に今おっしゃっていただいたように解放でも出たんですけど、3歳、今でいう3歳になった頭からもうずっと毎日1時間下手すると2時間乗っていただいて、もう最初の前運動から後運動まで全部やってもらったんです。本当にやってもらったんです。本当に、ありがとうございます。いい思い出です。でぜひ負けじと仲良きしてください。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ではですね、シルクレジェンドホースレス伝、次回もお楽しみにしてください。今回の動画も良いと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。で、見忘れないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。